ニプロファーマ株式会社は医薬品の製造・販売を行うニプロの子会社である。当社はニプログループにおける医薬品事業の中枢にあり、ジェネリック医薬品や医薬品と医療用容器を組み合わせたキット製品、医薬品の受託製造を行っている。特にキット製品においてはグループ内で医薬品、医療用容器療法のノウハウがある当社ならではの アイデアが生かされており、スピーディーな医療現場に貢献する製品開発を行っている。また、ジェネリック医薬品においても、水なしで服用できる、高校内法会場や繁盛に割って、服用量を調整していた薬剤を、従来の半量含有にして安全性や利便性を向上した半量含有製剤を開発するなど、服用のしやすさや使いやすさにこだわった。 付加価値型ジェネリックを生み続けている。2012年4月にニプログループの再編により当社の産加に医薬品関連の3社が合流しニプロファーマグループを新たに発足。その後、同年10月にニプロジェネファ、2014年10月に東北ニプロ製薬、2017年4月にニプロパッチを順次吸収合併し集約した。ニプロパッチでは 旧埼玉第一製薬からの流れで、第一三共ヘルスケアが発売するパテックスの一部製品やカロヤンの発毛促進薬の製造も行っていたが、合併に伴って引き継がれ、一般用医薬品の製造住宅も行われるようになった。この他に子会社による生産拠点として、岐阜県日田市に、ニプロファーマ日田工場株式会社、ベトナムハイフォンに、 ニップルファーマベトナムがそれぞれある。ありがとうございます。